皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。MBA に関する書籍の紹介ということで、今回ね、ご紹介したい本は、えー、こちらですね。ティム・クック、アップルをさらなる高みへ押し上げた天才という副題とついてますけどね。えー、アップルの CEO のティム・クックさんに関する書籍ということですね。 まあ、アップルというとですね、スティーブ・ジョブズがね、創業者として非常に有名なんですけれども、そのジョブズが次の CEO に指名して、えー、CEO についているのが、このティム・クックさんなんですよね。まあ、実はですね、このティム・クックとスティーブ・ジョブズっていうのは、まあ、この本読んでもらうと分かるんですけれども、性格が真逆、考え方も真逆、マネージメントスタイルも 真逆本当にね180度全く違う2人なんですよね。その全く違う2人が同じ会社の CEO でそれぞれね、えー、素晴らしい実績上げてるというところがねまたこれ興味深いかなというふうに思うんですよね。そういうようなところもねあのジョブズとのリーダーシップの違いだとかあティムとの ティム・クックのリーダーシップに関する、ねえー、ケースとして、ね、この本も非常に役に立つのかなというふうに思うんですよね。で、2人とも、ね、真逆にもかかわらず、ジョブズも、ね、アップル社を、ね、ものすごく有名にしたし、それを引き継いで実はさらに、ね、ティム・クックは株価も業績も、ね、ガーンとこう上がっているわけなんですよね、ジョブズの時よりも。その秘密が、ね、ここの本に書かれているかなというふうに思います。で この本あ、やっぱりね、これから MBA を受験する人にもぜひ、えー、おすすめですね。これ読むことで、いろいろね、ノウハウとかエッセンスをエッセイとかインタビューにも反映させることがあ実際できます。MBA ラウンジのね、受講生さんにもね、この本紹介以前した人も中にはいるんですけれども、ね、その中でね、えー、エッセイにちょっとこのノウハウをね、詰め込んでね、ちょっと書いてもらったりっていうこともしてもらったりしてるんですよね、実は。なので、 まあ、そういった形で出願にも非常にね、有効だと思いますし、これから MBA を始めるよという人にもね、もちろん有効ですよね。クラスでのディスカッションとかグループワークの時でも、いろいろクラスに貢献できると思います。ここら辺のティム・クックのリーダーシップとか、アップルのリーダーシップマネジメントスタイルの考え方、あとは初代からね、2代目に引き継いだ、そういうね、ビジネス,ビジネスのね、えー、移り変わりというかね、そういうところっていうとも、非常にね、えー 勉強になるし、それを知っていればクラスでも貢献できる非常にね有効な材料になると思うんですよね。なのでぜひねこの本 MBA をこれから始める人もね質問をこれから回数してもぜひ参考にしてもらうといろいろなねアイデアをね使うことができるかなというふうに思います。 ということで、えー、今回はね、このティム・クック、こちらの本ご紹介でした。またね、次回も MBA に関するね、様々な書籍紹介していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは以上です。ありがとうございました。